これがビルマの百姓さんって書いてありますね。はい、じゃあ2枚目お願いします。で、この表にこのようにこのハガキは大事にしなさい、50枚送りますっていう文章が書いてあります。はい、お願いします。3枚目、これはビルマの女性の姿ですね。傘を差しています。はい、お願いします。これはビルマのあちこちにありますお寺でパゴダって言います。はい、次お願いいたします。これは高床式の家ですね。はい、次お願いします。これはやはりこれは髪の毛こういうふうにアップにしてるんですけど、これは男性だそうです。はい、お願いします。これは女性の壺、水を入れた壺を持つ女性です。はい、これはお寺。はい、次お願いします。はい、これが自転車の絵で、じゃあこのままちょっと静止して止まっていただいて、ここから塩沢先生の朗読と音楽をお楽しみください。頑張る所存でおりますから安心してください。道へのお土産のことはビルマ上陸以来から買っています。今持っているものは革のフットボールを持っていますから、道へによく話してください。お父さんが帰るときはまだまだいろいろなお土産を持って帰るから、道枝さんはよくお母さんの言うことを聞いて良い子になってください。お前も体に気をつけてください。
青物は少ないけど、毎日雨ばかり降っています。このハガキは大事にしなさい。次々50枚送ります。次々いろいろなハガキを送ります。では元気で二人で見なさい。小生は元気だ。道へは変わりないかね。昭和18年10月27日後藤孝子様、この便りがお前の手に入る頃は寒さ厳しきおりとも、その後も変わりなく達者でいると思うこの頃、ビルマもお天気がよく、夜などとても良い月夜だ。月を眺めていると昔のことがいろいろ思い出されてくる。17日は2人にとっては思い出の日である。月日は早いものだ。早5周年というところだね。無事帰る時があると思う。その時はいろいろ話し合うことと、今から楽しみに待っている。戦地に来て夢見るものは道へとお前の無事なることである。
今戦地でその同じ月を眺めるも変わりはない。月は昔から今なお変わりはない。全世界地球上をくまなく照らしているのだ。俺は今夜も星に立って、南の夜空に光り輝くお月様を眺めていた。同じこの月を内地の皆様も眺めているのであろう。またそれぞれ自分の思いを月に訴えていることでしょう。俺もまた月に向かっていろいろと考えるのだった。その時俺の心に浮かんだ歌を思い出す。昔の歌で、月が鏡であったならと歌を思い出す。全く月を眺めた時の気持ちはこの歌の通りであろう。月が鏡であったなら、恋しあなたの面影を横と映してみようもの。こんな気持ちでいる私、thank you.
手紙になってしまったんですけれども、本当にこういう場で共演させていただきありがとうございました。では最後にもう1曲あるんですけれども、ビルマの少女というアルバムの1曲目 の、 ワルツの曲なんですが、これは私が今回連弾用に、先生との連弾用にお正月から 2ヶ月近く構想を立てて書いた、珍しく真剣にというか譜面を書いた連弾の曲です。私は先生のピアノの音色が、もう先生の演奏する姿とか本当に高校の時から憧れて大好きで、本当に先生にピアノの音を一つ一つ、今日のためにマミさんが作られて、つい最後の間出来上がったばっかりほやほやの作品で、ですからもちろん本校初演ということでいただきます。
チャリティー募金とアンケートで、ぜひよろしくお願いいたします。
では本日は誠にありがとうございました。